皆さんこんにちは、ウィシンデザインホームセンターの森田です。今回ですね、紹介させていただくのは、もう蓋取ってますけど、こちらになります。これはリードディフューザーと言いまして、お部屋の香りを良くするものです。でどういったものが入っているかと言いますと、こちら香りの素ですね。でこちらリードと呼ばれる、竹の、棒になります。で、次に、こちらですね、取扱説明書になっております。でまずどのように使うかと言いますと、こちら蓋を取っていただいて、でこれを差し込むだけです。で、この液体がですね、この竹の差し込んだところからこう上がっていってですね、こう香りをファッと出してくれるというようなものになっております。実際にこれを買われた、お客様が言うには、その方結構タバコ吸われる方で、お部屋がすごくタバコ臭いんで、でもちょっともうげんなりしてると、でちょっといい香りでお部屋で過ごしたいとおっしゃってたので、これを一度そしたら試してみたらどうですかということでおすすめさせていただいたところ、タバコの匂いも消えてですね、とてもいい香りが部屋に残って、もう毎日がすがすがしい気持ちで、部屋で過ごしているっていう風にすごく喜んでいただけたので、おすすめしてよかったかなと本当に思いました。でですね、この商品はですね、この番号ついてますけど、これ以外にですね、この4189で、次が6451で、次が3516と、当店ではこの4種類扱ってるんですけど、この番号の意味は何かというと、特に番号自体には意味はなくてですね、この、部屋番号を想定してこの番号をつけてるらしいんですね。これだと52365室というふうに、部屋番号のイメージで香りも同じように作ってるっていうことらしいです。ちょっと僕にはピンとちょっと分かんないんですけど、すいません。ちょっと実際ね、香ってみて、どのような香りなのかをちょっと説明したいと思いますけど、あんまり参考にならないかもしれませんので、そのところはご了承ください。まず最初5236ですね。ムスクっていう、なんかちょっと大人っぽいね感じの香りですね。で次に、こちらの6451っていう、すっきりとしたちょっと柑橘系かなっていう爽やかな香りです。で、この4189ですね。ちょっと甘い、強いて言えばですけど、バラのような、ちょっと甘いバラのような、香りになってます。これ最後3516ですね。こちらですね、なんて言っていいんかわからないんですけど、よくね、百貨店とか行ったら化粧品売り場ありますよね。そこに入った瞬間の匂い、匂いって言ったらダメですね、香りっていう感じです。すいません、なんかいまいち説明がうまいことできませんでした。で、これちょっと説明し忘れてました。この鍵何に使うのっていうと、
別に何も使いません。あの飾りです。要はお部屋をイメージしているので、まあ、より一層この鍵をつけることでお部屋 をイメージできますよというような飾りになります。はい、まあ、ぜひですね、この説明ではね、おそらく香りも何もか、何の香りかいうのをイメージできないと思いますん でこの商品は結構当店以外でもいろんな、雑貨屋さんとかセレクトショップ等で取り扱い合いますので、ぜひねお近くの、まあ、そういった、ショップさんのところへ行ってですね、もしこういうふうなサンプル等がございましたら実際ね香っていただいて、お気に入りの、部屋番号のついたこのディフューザーを選んでいただけたらなと思います。はい、今回もどうもありがとうございました。